さて、こちらは沼田城主の北側の崖じゃ。切り立ったこの崖から沼田城の固い城の守りを感じることができるのを。沼田市は群馬県の北部に位置し、四方を山に囲まれた盆地を中心として、利根川や薄根川、片品川周辺には非常に高い河岸段丘が発達しています。崖の上の台地に最初に城を築いたのは、鎌倉時代以来この地方の有力者であった沼田氏の十二代番記斎昭康で、天文元年の頃であると言われています。倉内城とも呼ばれたこの城は、関東へ至る要衝の地にあることから、越後の上杉氏や小田原の北条氏、甲斐の武田氏などの戦国大名により、目まぐるしい争奪が繰り広げられることになりました。真田氏の時代に城郭の整備がなされ、幾度も敵を退けた自然の立地を生かした天然の要塞です。ここから見えるこの川が天狗滝と呼ばれており、かつての城堀川の流末にあたるわけじゃが、滝が勢いよく落ちる音を、ヒュードロドロというおどろおどろしい音を連想して人の名がついたそうじゃ。沼田市には北方にそびえる火生山に伝えられる天狗伝説が残っています。そんなところにもおどろおどろしい音を天狗に連想するゆかりがあるのかもしれませんね。